東京都知事候補、令和新選組、山本太郎45歳。前参議院議員、2019年独自で、令和新選組を旗揚げ、代表に就任。2019年参院選で、政党要件を満たす。では、山本太郎さんの政見放送です。 東京都知事に立候補しましたれいわ新選組公認山本太郎ですなぜ立候補するのかコロナ災害による補償なき自粛が始まってから多くの悲鳴を聞きました自宅の家賃も店舗の家賃も払えない一家3人収入が激減住宅ローンが払えない東京の街中駅などを回って気付いたのは目に見えてホームレスになりたての人たちが増えているってこと なりはきれいなんですけれども不自然なほど大きな荷物を抱えた若者何も持たず呆然と座り込む高齢の方行き場を失って途方に暮れている人々と時間があるときには毎日のように接しました昨日ホームレスになった他にも所持金が150円しかない他にもペットと共にアパートを追い出された他にももう何日も食べてない何か食べ物はないか言葉を交わした全ての人が コロナ災害の犠牲者でした病気やけがで1週間でも仕事を休めばたちまち家賃を滞納ホームレス化のリスクにさらされる人々はコロナ災害が起こる前から膨大に存在してましたその原因は土下地財政です20年以上のデフレから本気で脱却する気もなく大企業の利益を増やすために働き方をぶっ壊し安い賃金で長時間働かせて 非正規労働を拡大させてきた結果私と同世代であるロストジェネレーションはもちろんのこと多くの困窮者が生み出されてきましたコロナの前からコロナの前からみんな経済的に緊急事態だったお話を伺った方々そのほとんどは自分が悪いんだそう口にしますだけどそれは全然違うと声を大にして言いたいすでにみんな頑張りすぎてるその中でこれ以上何を頑張れって言うんですか 本当に頑張るべきは政治じゃないですか経済危機災害感染症の拡大があるたびに多くの人が困窮して死にたいと考えるまで追い詰められる社会やめましょうよつまずいても住まいを失わずのたれ死にせずすぐに生活を立て直せる社会作りませんか東京からそれを始めます私がやります大胆に資金を調達それを人々に流し込む底上げする総額で 15兆円です私が都知事になったらまずすべての都民に10万円を給付します今回のコロナ災害の影響で売り上げが下がった中小零細個人事業主フリーランス前の年と比較をし事業収入のマイナス分を補填高校大学大学院専門学校生の皆さん授業料を1年間免除しますあなたの学び守りますそして東京都職員3000人新たに雇用ロシジェネ コロナで失業した方安定した職に就いてください加えて安い家賃で住める家を準備します都営住宅の空き部屋4万室はもちろん都内の活用可能な空き家69万件賃貸共同住宅の41万室の空き部屋を必要な分を借り上げ単身者高齢者ネットカフェ生活者にも安定した住まいを提供そして今年の冬に来ると言われるコロナの第2波その時にもこのままでは 保証なき自粛が行われます。その際、またすべての都民に10万円を給付します。他にも、都内の41万の事業者に、簡単な手続きで、さっさと100万円を給付。もちろん、無利子無担保、国延べありの貸付も行います。私が今紹介したような施策は、本来、国がやるべきことです。そもそも、国がコロナウイルスを災害基本法の災害に指定していれば、 収入が減ったりして家賃が払えない人に、みなし仮設住宅扱いとして、その家賃を国が支払うこともできました。会社を潰さないために従業員を解雇しなければならない場合でも、雇用したままで失業給付を受けることもできたんです。でも国はそうしなかった。一方で、小池都知事は、国に対してコロナを災害指定しろとは求めませんでした。ここまでの緊急時であっても、 都民に興味を持たない都知事ではあなたの命や生活は守れない今は平時ではない緊急時です私が知事になったら全国の自治体トップとつながって国に対してもっと金を出せと地方への大胆な財政支出を求めますさらには緊急時の地方債を日銀が買い取ることを求めます1400万人の都民に対し東京都知事が 本気を出せば誰も失業させない倒産させない誰も路頭に迷わせないということが実現できるそれを実現するために立候補しましたあなたが人生を諦める必要のない東京を日本を私と一緒に作ってほしい令和新選組公認山本太郎でした山本太郎の政策の財源についてその他の政策などは令和新選組のホームページまでありがとうございました れいわ新選組山本太郎さんの政見放送でした。